ぐっ、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 おのれ、なんだと、ぐぶわ、ぬわ、こしゃくな、この俺が、ふざけた真似を、ぬ、まずい、な、なんだこれは、なに、ふ、ふ、ふ、ぐ、無駄だ、愚かな、聞かんぞ、鬱陶しい、こんなはずでは、そんな、バカな、小賢しい、ちぃ、悪あがきを、ふっは、うん、うりゃ、ぬわ、くらえ、そら、いけ、はぁ、で、地獄へ送り込んでやり、もう遊びは終わりだ。ち、ぬ、行くぞ、ふふふ、吹き飛べ、逃がさんぞ、ぬぉ、消え失せろ、ほほう、はぁ、そこか、バカめ、邪魔だ、軽いぞ、ふん、そうはいくか、もうしばらく楽しめそうだな。いでよ、シェンロン。我が野望のために、ふん、不老不死か、俺の体力を回復しろ、役立たずどもを回復してやれ、ぬー、死ねー、くたばれ、潰れろ、はははは、避けられまい、受けてみろ、少しは遊ばせてもらうぞ、殺してやる、ふんはははは、我がしもべよ、さっさとしろ、来い、下僕よ、はぁ、バカめ、ぬん、消し飛べ、吹き飛ばしてやる、はぁ、あ、目障りだ、どうだ、砕けろ、終わりにしてやる、宇宙の塵に戻してやる、これでくたばるがいい、これならどうだ、リベンジデスボール、特大のやつをぶち込んでやる、くらえい、くぁ、はぁ、うわうわうわ、スーパーギャリコー、見せてやるぞ。ぐはー、死ね、死ね、死ね、粉々に砕け散れ、とうとう手に入れたぞ、この宇宙で最強の肉体を。いよいよ俺の野望を達成する時が来た、後悔させてやる、役立たずどもが。これからは北の銀河も南の銀河も、宇宙はすべてツフルのものだ。ち、こんなものか、期待していた俺がバカだったな。やれ、かかれ、遊んでやろう、後始末は任せる、俺が相手をしてやる、お前たちは邪魔だ、舐めやがって、一巻の終わりだな、退屈していたところだ、お前をいたぶり尽くして殺してやる、ツフル人のふるさとプラント星を蘇らせ、全宇宙の王となる。今の俺は、かつてのツフル人ではない。ベジータ。お前も俺の奴隷となるのだ。寄生して支配する。つまり俺は君になるんだ。かあ、全然なっておらん。せっかく楽しんでおったのに。愚か者め、この俺が負けるとでも思ったのか。さあ立て、寝るんじゃない、黙れ、俺をバカにするんだ、ビッグバンアタック。これで全宇宙ツフル化計画は俺の手の内だ。力だ、俺は今最強のサイヤ人パワーを身につけたのだ。苦しいか、今、苦しみから解き放ってやる。力だけの野蛮な攻撃が、この俺に効くなんて思ったのか。なるほど。少しはやるようだな。だが、残念だがその程度ではこの俺を倒せん。ブー、ゴハン、悟空、サイヤ人、ピッコロ、トランクス、ベジータ。ブー、ゴハン、悟空、サイヤザル、ピッコロ、トランクス、ベジータ。伝説のスーパーサイヤ人だと？笑わせるな。下等なサイヤザルであることに変わりはない。あのデブが、俺に手を貸す理由はわかるんが。まあいい。利用価値があるうちは生かしておいてやる。野蛮なサイヤザルの力など必要ないが。奴隷としてなら使ってやらんでもないぞ。ふんはははは。孫悟飯め、全力を出せばあれほどのパワーを発揮できるのか。万が一の時は、また奴の肉体を使わせてもらうとしよう。悟空め、あんな変身を身につけているとはな。
最強のサイヤ人の力、伊達ではないということか、悟空。お前は必ず殺してやる。俺に協力したからといって、許されるなどと思うなよ、サイヤザルの合体か。確かになかなかの実力だ。だが、進化したツフル人であるこの俺にはかなうまい。なんだ、悟空のあの動きは。サイヤザルごときに、なぜあれほどの力が。ピッコロめ、それなりの力は持っているようだな。その力、存分に利用させてもらうとしよう。別の未来から来たトランクスか。始末するか、奴隷にするか、どうしたものかな。クッカッカッカ。ほう、ベジータめ、大したものだ。それでこそ我が肉体にふさわしい。ベジータ、お前の助力など必要ない。用があるのはお前の肉体だけだ。ふざけるな、サイヤ人。舐めるんじゃねえ。ツフル人のパワーを見るがいい。じゃじゃ馬め、終わりだ。サイヤ人、気が済むまでいたぶってやる。ツフルの恨みを思い知れ。喰らえ、ツフル人の恨み、サイヤ人め。消えてなくなれ。目障りなデブめ、今ここで消えてもらう。死ぬ前に見せてやるぞ。原始的なサイヤ人と進化したツフル人のパワーの違いをな。貴様の肉体にもう用はない。奴隷となるか死ぬか、好きな方を選ぶがいい。ふん、コロコロと姿を変えやがって。必ず奴を、サイヤ人を殺す。俺は悟空につながるものは全て気に食わない。お前を消してやる。すぐに片付けてやる。孫悟飯の肉体を奪った時のようにな。トランクスか。その肉体にどれほどの力があるか、試してやろう。お前の父の罪、今こそ償ってもらうぞ。下等なサイヤザルが合体したところで、俺の敵ではない。今楽にしてやるからな、悟空。サイヤ人など一人残らず生かしてはおかん。話にならん。せめてウーブと合体してから挑んでくるべきだったな。全宇宙から消えろ、サイヤ人。その程度か。やはりこの肉体に乗り換えて正解だったようだ。どうした悟空、最強のサイヤ人の力はそれまでか。最強のナメック星人もこの程度か。大したことはない。弱すぎる。父親の肉体の足元にも及ばんな。戦闘民族サイヤ人か。嫌な言葉だ。